あ、落ち着いた。こんにちは。ちょっと上半身がいかれた感じに あー 皆さん、改めましてこんにちは。辻元子です。皆さん、お気づきになりましたでしょうか？なんと、口が動くようになりました。やったー。で、今回何ができるようになったかというと、キャー っていう顔ができるようになりました。やったー。着実にできることが増えてます、元子。皆さん応援ありがとうございます。ただ、なんか、アホ毛が生えてるんですよね。なんでしょう、これは。なんか、操作が結構難し、操作って言っちゃダメだ。ちょっと顔の動かし方が結構難しくて、つい瞬きとか、口パクとかを忘れちゃう。おー。今はそんな感じなので、もうちょっとちゃんとした姿でお会いできるようになるまで待っていてくださいちなね。みに、昨日は、元子ちゃんとは別に、また新しい女の子を作ってみたりしてました。なので、今日はその子もぜひご覧ください。よいしょっと。よく見たらこれ口壊れてない？ はい、こんな感じです。ドールをイメージしてて、顔の造形とか、目の造形とか、あと、目の青い目に茶色い髪で、もう完全に 私の個人的な女の子の好みを詰め込んで作りました。と、仕上げる上で、改変可能で配布されてる、中野シスターズの鷺宮中ちゃんの 3D モデルを元にしていて、告知不要っていうことなんですが、感謝を込めてありがとうございます。おかげさまで可愛い子ができました。ありがとうございます。ということで、いやー楽しみですね。こんな可愛い子になってなれるのが。ウィンクもできます。それでは、そんなところで、ありがとうございました。ペコ。